キボッキさん。反射なんてとんでもない小心者のつるっぱげ、夜中に足つり死に目に遭い、朝方トイレに必ず行く、毎日毎日うざいポストをするパーキポッキです。はい、パキパキです。今日も一日お疲れ様です。はい、お疲れ様です。今日は月曜日ということで、週頭始まりましたよってね。どんな感じでしょうか。ドドーンって感じですけど、はい、こちらの方面はなんかね、晴れてるんですけどね、なんかムワーっとした感じの暑さでございますね。いかがお過ごしでしょうか。はい、もう今日も暑いなーっていう感じなんですけど、はい、ですね、植物事情はあまり変わりなくって感じですかね。先日、麦さん、私のフォロワーさんの麦さんから、アメリカーナが来まして、まあ、注意しましたけど、まあまあまあ、まだまだって感じなんですけど、相当でかくなりそうな感じの株ですよね、アメリカーナって。よくポストだとか、ストーリーだとか、ネットとか、テレビとかでもちらっと見たことあるかと思うんですけど、人間の、手丈ぐらいになるんですね。流絶乱系の形。先日ブラックルームさん、こちらの方もフォロワーさんなんですけど、ブラックルームさんがですね、これは何なんでしょうか、アロエでしょうかとか言って言って、流絶乱ですね、ありましたけど、あれもかなりでかかったですよね。流絶乱ってすごいよね、あの系統って。植物はすごいなと思う毎日でございます。はい、昨日おとつ2日間両日でですね、今回はもうそれで最後って言ったのかな。はい、しばかれてですよ。はい、アキラさんですね、京都のアキラさんと、あとバンキシャのヤジュさん、アイタロさんとですね、はい、3人が、ポストストーリーなり、されておりましたですけど、楽しそうだったですね。はい、植物、鉢の販売ですかね。はい、吉野さんされてあったみたいですけどですね。はい、エダマックスさんという方ですかね。エダマックスさんでよかったかな。はい、阪神大好きでしょうね、多分ね。阪神、あれでも白い阪神の絵なのかね、アイコンがね。なんか阪神やけどもキャラクターあれちょっと違うよねとか思いながらね、見てるんですけど、まあ、その方の、息子ちゃんでいいんでしょうかね、吉野さんのあそこをね、パンチパンチって言って芝居ておりましてね、はい、結構痛そうですね。まあ、さっきの言いましたかね、はい、昨日この YouTube の後半で、動画でちらっと流してたと思うんですけど、はい、いいっすね。だからすごいこう朗らかで皆さんお休みを満喫されておりますですね。2日ぐらいがちょうどいいんでしょうね、2連休ぐらいがね。本当そう見えて思います。移動して帰ってっていう感じで。でも吉野さん、石川行っとったよね、去年ですよね。今年ももう京都は結構ちょこちょこ今行ってますよね。秋の園芸やろうぜまでどれぐらい行くのかなっていう感じですけどね。どうなんでしょうか。また、吉野さんの活動が気になる今日この頃でございます。はい、じゃあこの続きはまた後で。はい、パキパキさんの貿易続きですということで、ちょっと日差しが強くなってきた途端になんかすごいムワーっとしますね。でも雨はね降らないみたいなんですけどね。来週ぐらいちょっと天気崩れるって言ったかな。なんかそんな感じみたいで、まあ、月曜日ですからやっぱ車多いですね。やっぱ今日ちょっと増えてきてますね。さて、あとなんか変わったことありましたかねっていう感じなんですけど、まあライブはちょこちょこあってたみたいなんですけど、カナダの
アガスワさんっていうね、フォロワーさんの方、女性の方がいらっしゃるんですけど、その方が頭なのかな、どっちなのかもしれないですけど、吉祥館クラブって言って、アガメの吉祥館ですね、はい、それの集まりを作るっていう感じで、今打診しておりますけど、今53とか54とかかな、うん、着々と増えておりますね。もう日々の活動でどんどん増えていっております。よくなんとか会とかね、なんとかクラブとかなんかいろいろこうあるんですけど、それでなんかやってるんですかね。はい、トッキーファンクラブもね、はい、どうなんですかね。結構知らん人多いでしょうからね、どんどん宣伝した方がいいんじゃないかなとかって思うんですけどね。はい、でどっちも私入ってないっていうなんでやねんって感じですけどね。はい、結構苦い思い出もありますんで、あんま絡まんがええよなと思って、まあ、そういう個人的事情が、ございまして、はい、そうやってさせてもらってるんですけどね、はい、まあ、ちょっと距離を置いてやった方がええ感じなんですよ。はい、まあ、それはあるんですけどですね、はい。さて、あとは何でしょうかね。私もあと明日行けば明後日休みの予定なんですが、何とも言えない感じです。いやー、もう体無駄悪いなーって感じなんでですね、休ませてもらいますばーいという感じで思っとるんですけどですね、はい、皆さんはまだ始まったばっかりということでね、もうほんと今からどんどん暑くなるんですよ。もう夏になったらもうほんとすぐまた夏バテという感じで、もうたまらんなーとかって思うんですけどですね、頑張っていきましょうねということで、はい、じゃあ今日はこんな感じで終わろうと思います。お疲れ様です。鉄拳20。